プティクウーディアク川方面作戦は、フレンチ・インディアン戦争中の1758年6月から11月にかけてイギリス軍が行ったアカディア人追放作戦である。プティクウーディアク川の流域に住んでいたアカディア人、サンジャン島方面作戦のような、かつての追放を逃れて住み着いていたアカディア人が対象となった。ベノニダンクスと、 ジョセフ・ゴーラムのアメリカン・レンジャーズが作戦を遂行した。シャルル・デシャンド・ボワシェール・イドラフェト1710年にポート・ロワイヤルの戦いが起きてから45年の間、アカディア人はイギリスへの絶対的忠誠の正門への署名を拒み続けていた。また、ダートマス・キ州のように、イギリスに対抗して民兵が様々な活動を起こし、一方で、ルイブールやボーセジュールトリデといった、 フランスの砦へ重要な補給業務を受け負っていた。フレンチ・インディアン戦争期間中、イギリスは彼らにとって脅威であるアカディアの兵力を無効にしようと努め、また追放されたアカディア人によるルイブールへの補給船維持を阻止しようとした。下を流れるのがプティク・ディアク川、上がメムラムクーク川。二つが合流する手前のプティク・ディアク川の南岸にヒルズボロが見える。 ロワイヤル島で1758年にルイブールの戦いが起こった後、アカディア人はサンジャン島原やロワイヤル島を去って本格的にニューブランズウィックに移動した。この年は2度目の追放作戦であるサンジャン島方面作戦も行われた。ある歴史家によれば、この作戦は前のよりもかなり残忍かつ冷酷なものであった。プティクーリアクは2つの小さな川。 シェポディ川とメムラムクック川に挟まれた場所に位置している。1755年、ファンディワン方面作戦の1週間後、イギリス軍は、プティク・ディアクヌ戦いで、チプーディとヒルズバラの集落を襲った。同じ1755年の11月に、イギリス軍は、この地域の残りのアカディア人を交流し、200頭の家畜を殺した。1757年の9月10日、 第43不評連隊のタイ・ジョン・ノックスは命令を受け、レンジャーズと正規兵の800人の混成軍と合流してチップディに向かった。この場所はアカディア人とミクマク族のシグネクト攻撃の拠点となった場所だった。そのほぼ7ヶ月後、1758年3月28日にゴラム率いるレンジャーズがチップディを攻撃したが、そこには 女子供しかいないのに気づいた。男たちはカンバーランド砦に向かって、そこでスクーナーを攻撃したのだ。レンジャーズは彼らの前回の襲撃からの立ち直りの速さに驚いた。1758年6月、ダンクス率いるレンジャーズの大佐、ミークに率いられた55人の部隊がアプティックより役、側を進んでいた。彼らはその場が、 アカディア人とミクマク族の奇襲の起点であることに、うすうす気づいていた。その場所で40人のアカディア人に接したが、捉えることはできなかった。1758年7月1日、ダンクスは自分たちでアカディア人たちの追跡を始めた。彼らは現在のモンクトンに到着し、ジョゼフ・ブルッサールに率いられた30人のアカディア人を待ち伏せした。 これにより多くのアカディア人が乾いと追いやられ、うち3人が殺されて、頭皮を剥がれ、他のものは補修された。ブルッサールは重傷を負った。ダンクスは頭皮はミクマク族のもので、この頭皮に対して報酬を受けたと報告している。その後、この話はレンジャーズの最も無謀かつ残忍な話として地元に伝わることになる。年月、 ダンクス・レンジャーズは、プティクーディアク川を登り、翌日、4人の男、12人の女と子供を捕虜として、連れて戻った。捕虜たちは、ダンクスにブルッサールの家の情報を教えた。レンジャーズはすぐさま、ブルッサールの家を攻撃すべく、プティクーディアク川を登った。彼らが着いた時には家には誰もおらず、ダンクスは家畜を殺して、野原と集落を焼いた。レンジャーズは船に戻った。 タイのシルバヌスコップがレンジャーズを船に乗せ、川を上り下りして、11月13日から14日の2番で家を壊し、作物を台無しにした。11月14日、早朝、アカディア人の反乱軍が現れて、レンジャーズの二人が行方不明になっていた。おそらくは殺されたのであろう。しかし一旦援軍の正体が到着すれば、レンジャーズはアカディア反乱軍の日ではなかった。 レンジャーズは12人の女子供を人質に取った。ジョセフ・ゴラムは100の民家を焼いたと報告し、ダンクスの報告には23の建物を壊したとあった。ジェフリー・アマースト・トップティクーディアク側からのアカディア難民たちはペノブ・スコット側に向かったが、そこのプレブルとポーン・のオルは1759年、早々に作戦により焼き払われた。イギリス軍少々のジェフリー・アマースとは、 順庄のジェームズ・ウルフを北東部の沿岸に派遣して、セントローレンス湾方面作戦の指揮官とした。ウルフは無傷の三連隊と七隻の戦列艦を率いて、アカディアの野や入植地を破壊した。ウルフが他の任務に就いた後は、1760年のレスティゴーシ書の戦いにより、プチロシェルの難民キャンプにいたアカディア人数100人が捕虜となった。この作戦と、 並行して、ケープサーブルでの作戦、セントローレンスワン方面作戦、セントジョン川方面作戦が行われた。ありがとうございます。